総合進学セミナーの算数を担当しています前田と申します。ホテルの、ね、部屋番号のカッコ2の問題に、なります。で、問題がですね、2019室目の部屋番号は何番ですかという問題です。カッコ1はね、まず部屋番号があってそれは何室目ですかという問題だったのに対して、これは先にね、2019室目は何番ですかと、まあ簡単に言うとカッコ1の逆の、作業をすればいいことになりますね、はい、なので、この2019室目というこれはね、10進法の数ですので、まずこれを、いきなりホテルの、ね、部屋番号に直せません。計算するときには必ず8進法というのをね、挟まないといけないので、一旦この2019というのを8進法の数に置き直してそれをホテルの部屋番号に、もう一回変換し直すという、解き方になります。ではやっていきましょう。2019ですね、これを、8進法の数に直します。まあ、10進法、書いておきましょう、カッコ10でね。で、これは8進法に直すのは、N 進法のね、基本編で、解き方を書いていますので、よかったら、ご覧ください。2019進法に直すので、連除法でね、8で割っていきます。252余り3で、さらに8で割っていきます。31余り4で、8で割ると、はい、3余り7ですね。なので、8進法に直すにはこの順番に数字を書いていけばいいと。で、その数字が3743。これは8進法の数ですね。で、これを答えにしてはいけません。これは、普通の8進法の数ですね。で、まあ、数字見たら4っていうのが入っているから、あ、これホテルの部屋番号では使えないなというふうに、気づく子も多いと思います。なので、これをホテルの部屋番号に変換しましょう。3743。3743ですね。はい、使っている数字は、これです。それをホテルの部屋番号に直すと、3は3、7は8で、4は、5ですね。ホテルの番号は5で、最後の3は、そのまま3で結構です、はい、ホテルですね。ホテルの番号です。なので答えは3853。これが答えとなります。